はい、皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日はですね、皆さんのご協力で第12回バラホルカがですね、なんとか開催できまして、まあでもこの状況ですからね、東京がまたもう3日連続ですよ、100以上ですね、新規感染者が出るというような状況でね、流行り病もね、まあ、あれですね、こう言ったらあれですけど、選挙の関係でお留守になってる関係がしてね、感じがして、本当に嫌な感じですよね。これはもう本当にね、ただ日本の全体の法制も含めてね、考えなきゃならない話だと思います。ともかくいろんなものがね、元に戻らないもんですから、今日本当にバラホルカはですね、皆さん来ていただいて楽しんでいただいたようなんですけどもね、従来のような、活況は、やっぱり密になるからダメなんですよね。案内札というかね、整理札を入れまして、いっぺんに会場には入れるのは35人に制限しました。そういう関係でですね、あまりお客さんもいらっしゃいませんでしたし、残念ながらですね、いつもギリギリまでね、お店のその出店のですね、受付してるんですけど、今回はね、早く締め切っちゃったんですね。かなり出る店を絞ってやって、でもそれでもいいお店が出てたもんですからね、ロシアの民族衣装のお店もありましたし、あるいはですね、いろんな軍装のお店、あるいは雑貨のお店も出てですね、盛況でした。まあこういう状況でね、いるんですけどもね、世界の状況というのは、もう全く平常運転じゃないですよね。この間私が何遍も言ってる通りですね、どうもね、ヨジョンプロジェクトはまた次の段階に入ってきて、いよいよアメリカ様の登場ということで NK 国がですね相当緊張しているようですね。で、まあ今までですね、SK 国とですね NK 国で慣れ合ってね、もうなんていうか私本当あこれは変だなと思うんですけどね、 SK 国はもう去年から言ってる通りで、今この私がね言ってることをデタラメだってね言ってる人多いんですよ。大学の教壇から言う人もいればね、どっかの出版社に潜り込んで言ってる人もいるし、でもですね、あの国の大統領はですよ、まるっきりだって言動を考えてください。私がねあんなものをさ暴露しなくたってね、もうまるっきり NK 国の言いなりじゃないですか。で、そういう状況になった国家の中で、その国の情報が正しいとか言ってですね、信じてそのまま流してる人たちどうなりました？今どうですか？お兄さん出てきますか？出てこないでしょ？で、なんか最近怪しくてね、多分後見人も、まだ定まってない中でね、妹のヨジョンがね、いろいろやってたんだと思いますけどね、ヨジョンの方も、プロジェクトがね、威勢よくわーっと言って、おそらくこれでね、計算していたのは、SK 国のムンさんね、大統領のムンさんと握手して、とりあえずそこからね、始まるっていうところがね、アメちゃんが駆けつけてきちゃったんですよ。で、まあ大統領選挙がね、11月にある関係もあって、ここで一発ね、動きを作っとかなきゃダメだということで、かなり、トランプさんは本腰を入れてると思いますよ。6月5日に亡くなったですね、横田茂さんの、まあことを悼んでですね、横田早紀江さんに、大統領の書簡がね、来て、本当に、悲しいと。で、私は、めぐみさんを含めてですね、拉致被害者の方々が家庭に戻れるように、これを日米のですね、アメリカと日本の最優先課題にして、取り組んでいくっていうね、まあ、極めて珍しいですよ。大国の大統領がね、別の国のですよ、同盟国とはいえ別の国の、そういう国民に対して約束をするっていうのはね、あまり聞いたことがありません。そういう点ではね、非常にね、まあ、選挙のこともあってとは思いますけどね、本腰に入れ出したなと。その結果ですね、国務副長官が、もう7日って言いましたね、もうじきですね、ソウル入りするようですよ。で、その際ですね、どんどんですね、警告とね、いくつかの問題を詰める。在韓米軍どうするんだという話であるとか、その、駐屯費はどうするんだという話と、それからですね、そこからメッセージを出して、反問点出てこないかと、NK 国は。でね、これね、非常に重大なんですよ。なんで副長官なのか。で、北担当なんですよ。北担当の副長官なんですが、なんで副長官なのか。
向こうがだから体制が定まらないから誰が出てきてもいいようにね、そういう配慮してるんですよ。そういうね、外交のね、プロトコールっていうことも頭に置いて、そういう新聞の記事とかテレビとか見ることが今だとっても大事だと思うんですね。私はですね、様々な情報ですね、断片的ですよ。今こういうね、国際交流もしにくい中で、細々とですね、しかるべきところに連絡も取り、外国とも連絡を取りですね、こういう状況について一体 NK 国ではどんなことが話し合われているのか、あるいはですね、A 国でもね、どんなことを思惑として持っているのか、いろんな人の意見を聞いています。これについてはね、ぜひね、引き続きかなりね、際どい話をインテリジェンスウェポンのメルマガに書いています。これはぜひね、皆さん、これから多分情勢はね、秋口にかけて大きく動きます。で、7月、今月はね、実はね、私情報入ったってのは、誰か後見人が出てくるようなんですよ。それがピョンイルなのかね、あるいは別の人なのか、まだわかりません。で、私はちょっともう一つ注目しているのは、昨年の11月末にですね、東欧諸国から帰ってきたピョンイルおじさん、一緒に帰ってきたのがですね、ギョンシンおばさんなんですよ。要するにピョンイルさんの妹、この二人はイルソン主席のね、子供な、最後に残った子供なんですよ。何しろお父さんね、ジョンイルさんは亡くなってますからね。だから正統派の子供が二人来るということではね、かなりその一族の立て直しを図るために呼び寄せた。それからもう一つ重要なことは、ピョンイルおじさんはですね、高級軍人だった人です。この間ですね、フィンランドやポーランド、チェコの大使、最後はチェコの大使でした。こういうものを歴任して、事実上ですね、海外31年間ですね、遊兵、海外遊兵ですよね。で、私今度韓国で、国会議員になったですね、脱北のですね、元北朝鮮外交官のテヨンホさんと、このピョンイルさんについてお話をしたことがあります。彼に言わせればですよ、ピョンイルさんは本当に海外に置かれることで他の人はもう監視役だそうです、在外交官はね。だから一種の海外牢獄ですよね。そんな状態だったんですが、晴れてですね、戻って幹部教育も受けて、いよいよどうなるか。ただ多分この水面下ではですね、A 国と C 国の綱引きがあると思います。おそらくピョンイルさんは軍のね、中に同僚が今多いそうです。ですからどちらかというと地籍が近くて、仲良くしてですね、脅威にしないために C 国よりの路線を睨んでるんじゃないか。ただ A 国と正面から対決するかどうかというのは定かではありません。そういう点ではこの7月にね、後半にどういう動きをするかというのを一生懸命見とく必要があると思うんですね。その点についても皆さんに注意をお願いしたいと思います。私は来週あたりにおそらくニュースが出たらですね、また詳しく背景を書こうと思ってますので、ぜひですね、この間にですね、無料会員に入っておいていただければ、私が出したもの、どんなものが出たかっていうのをなんとなくね、伝わるようにはなっています。しかし、生の情報をね、お読みいただくにはぜひね、インテリジェンスウェポンの方の有料会員になっていただいて、毎日出ているメルマガをですね、必ず読んでいただきたい。この間もですね、非常に昨日の夜からですね、重大な情報をですね、それこそ NK 国から6月に出たメッセージをですね、生のまま載せてます。ぜひね、多くの方がね、右往左往しないでね、ちゃんと自分のなんていうかね、いいんですよ。結論はね、みんな意見違って結論違ってもいいんだけども、ちゃんと確かな足場をですね、具体的に相手のニュース、相手が言ってることからどう読み解くかってことをね、ぜひインテリジェンスウェポンで、磨いていただきたいと思います。まあ、そんなことを思いながらですね、今日私これ仕事着なんですよ。これはですね、よく言われます。なんかこんなの着てふざけてるって、私の仕事だから余計なお世話だって言うんですよ、そんなのね。これはね、ロシアの宇宙軍の中将の制服です。私はですね、自衛隊の着るわけにいかないからね、こういう形でやっておりますけどね。私も軍事評論家でございますので、ロシアの情報、北朝鮮の情報、中国の情報、アメリカの情報、みんなですね、平等にいろいろ扱っております。まあ今後ともですね、
こちらの方のね、チャンネルも手抜きしないで、でもね、非常にやりにくいですよね。今ずっと聞いていただいて分かると通りです。やりにくい中でね、やっておりますので、ぜひお願いしたいと思います。インテリジェンスウェポンをよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでにします。ありがとうございました。